お疲れ様です「女性の維持費」というタイトルで非常にねジェンダーの時代になんか怒られそうなタイトルですけどもまあシンプルに男性の感情のね一部を表現するとするとそういうことになると思いますっていうのがねあのすごくタイプの女性っていうのが出てくるわけですよでこの人と一緒にいたいなとかね可愛らしいなとかあ綺麗な人だなと思うわけじゃないですかでその人を ななんんんとか手に入れようっていうい情熱はみんな働くんですよねでもその情熱に見合うかどうかっていうのはしばらく付き合ってみると分かってきたりとかする部分もありますし、まあ、うまくねその人とお付き合いする関係になったり <laughs> 恋愛関係やね、まあ、もしかしたら結婚するってことにもなるかもしれませんそうなるとその情熱って実は時とともにね冷めていくんですよねでも維持費はかかるわけなんですよ で、女性ってのはなんかよく言うのがね釣った魚に餌はやらないのみたいなことをね言うわけですけどもいや、釣った魚に餌は餌やらないだろう当たり前だろうっていうふうには本当に単純には思うわけですよ。で女性の方も釣ると言うとね表現は悪いんですけども自分のことをねすごく気に入ってくれた男性とじゃあお付き合いしましょうっていうのはいれば言ってみればね釣ったっていう表現もできるわけですよね。 で、釣った男性に餌をあげるかっていうと、だんだんこうズボラになっていったりとか、うん彼氏に対してはちょっとだんだんね、あのー、怠けてみたりとかっていうのがあると思うんですよ。そういう風に、あのー、手に入れるまではものすごくね、意欲的に働くけど手に入れたらちょっとだけ緩むみたいなのもあると思うんですよ。手に入れてからさらにね、もっと頑張るみたいなところもあると思いますけども、うん、でもだんだんその慣れてくるっていうか、情熱は冷めてくると思うんですよね。 それを例えばずっと車の例えで言うと欲しい車のためにはずっと情報を取るんだけどもいろんなサイトを見るけども手に入れた途端サイトを見なくなっちゃうわけですよねで手に入れた途端だんだんほっとけば情熱は冷めていってコストがかかることばっかりが気になってくるんですよだから車検が来てあきついなと思ったりね保険代ちょっとなんとかなんないかなとかね盗難リスクがあったりとか事故ったら修理代高いなって負担になってくるんですけども でも、ずっと情熱が冷めていなければ、あのその車があることとか、自分がその車を持っていることとかに対してずっと感動できると思うし。うんで大事にできると思うんですよね。それはもうあのね。こう比べたら失礼ですけども、女性に対しても同じことが言えて、今日も一緒にいてくれてありがとう。みたいな気持ちが冷めなければずっと情熱は冷めないんですけども。じゃあ情熱が冷めるのは誰のせいですか？と。 情熱を冷めた方が悪い,のかないやそうじゃなくて対象となるものの魅力がなくなっていく特に車だったら車が自発的に魅力を発信するってことはないですけども人間ってのは新しい魅力を発信することができるし変化することができるわけですよねそうなってくるといつまでも飽きられない女性ってのはいつまでもこう変化していこうとする人とかねなんか成長していこうとする人とかあの反省しようとする感じとかねそれから感謝する 感情とかいろんなものがあると思うんですよ。それは女性から男性を見ても同じだと思うんですよね。結婚した時は良かったけれどもお付き合いするまでは良かったけれどもなんかギャンブルに走ってろくでなしになりましたと言ってくれたらあの早く別れたいなと思うわけじゃないですか。うん、だからそのせめぎ合いなんだろうなと思いますよね。だから車と違うのは車は自分で変化することはできないんですよ。ただボロくなっていくだけなんで。 だから、手入れをしてあげるってことによって愛情をかけていくっていう部分がありますよね。でも、手入れが追いつかなくなっていったりとか、維持費が追いつかなくなっていったりとかね。吉田さんみたいに、車が盗難されるっていうリスクね。これはだから、あんまりいい女と付き合いすぎて、あの、女の人がどんどん良くなっていくから、浮気されるんじゃないかなっていう恐怖でもう耐えられなくなって別れようって言い出すようなね、もんだと思いますけどね。まあ、いろいろですよ。いらっしゃい。